クレイジーな瞬間よ。ウォッチモジジャパンへようこそ。今回は私たちが選んだ2019年代音楽シーンのありえない場面を紹介します。このランキングでは2010年代に起こった音楽業界の何とも言えない瞬間を見ていきます。第10位、21サベージ、イギリス人と発覚。21サベージのことを知らなくても大丈夫な話題です。グラミー賞にノミネートされた自称アトランタ出身のラッパーは2019年2月3日移民局に逮捕されてイギリス国籍だと発覚しました。 They tell you you're under arrest? No, they didn't say none. They justSo、we got savage. They said we got savage. この逮捕は事前に計画されていて、サベージのポップチャートでの成功や名声から生じたものではありません。移民局の広報担当曰く、ビザの有効期限切れと2014年の薬物に関する重罪が関係していました。しかし本名シャヤービン・エイブラハム・ジョセフと彼の代理人はそんなの言い訳だと反発。21サベージは2017年にビザを申請したのですが保留にされていたようです。第9位、ウィーザー、トトをカバー。カバーアルバムがビルボードチャートで1位を取ることなんてそうそうありません。なのでこのカバー曲のヒットには驚きでした。まずはじめにこのカバーは14歳のファンの SNS キャンペーンから始まりました。この曲のおかげでティーンアルバムの売り上げは右肩上がりでした。この子は何が売れるかよくわかっていたのです。しかしウィーザーはカバー曲に長い間頼ることをせず、その3ヶ月後には全く新しい楽曲だけを詰め込んだブラックアルバムをリリースしました。第8位、テカシ69、法的問題。サウンドクラウドラップとも呼ばれるマンブルラップは2010年代に発祥した新ジャンル。これまでのヒップホップを覆し、ぼんやりしたサウンドと口ごもったボーカルが特徴的です。そこで注目を集めたテカシ69、彼の音楽と同様挑戦的なペルソナはすぐに知れ渡りました。69はこの10年で何度も法を犯しています。2015年は未成年者淫行の罪を認め、2019年には殺人、薬物、恐喝で逮捕されました。やがて以前関与していた犯罪組織ナイントレイ・ギャングスタ・ブラッツの件で検察側の最重要証人として法廷入り、彼の判決は2020年1月予定。第7位、カンナムスタイル、彗星のごとく現れる。今や世界中で大人気となっている K-POP、 韓国出身のアイドルグループはアメリカでも大人気です。例えば BTS やエクソなどはアジア、ヨーロッパ、アメリカなどの世界各国でエネルギッシュに活動をしています。しかし多くの人にとって初めて耳にした K-POP は2012年にリリースしたサイのカンナムスタイルではないでしょうか。この曲は YouTube の再生回数で初めて1億回超えを記録し、アメリカでは今も結婚式の定番曲として使われています。Okay, this is everyone I could think of who would want to mess with my life. Perps, people I've testified against, the old guy who lived underneath me when I was learning the Gangnam Style dance. Wow, you pissed off a lot of people. 第6位、U2、ありがた迷惑。質問です。無料配布される音楽は好きですか？では、勝手にあなたのプレイリストに入れられていた場合は？これは2014年、Apple ユーザーに起こった問題です。よく見たら、U2 の13枚目のアルバムが iTunes ライブラリーに頼んでもないのに入っていました。もちろん U2 の最新アルバムを無料で手に入れたと喜んだ人も多いでしょうが、そうじゃない人だってもちろんいます。プライバシーの問題もありますし、音楽の趣味は人それぞれです。最終的にこの茶番はバンドを助けるどころかメンツを丸つぶれにしました。でもグレアム・ノートン賞で謝罪っぽいことしてましたし。 Why would anyone want another U2 album? We kind of asked ourselves that question. And poor U2!第5位、マックルモア&ライアン・ルイス、ケンドリック・ラマーを唖然とさせる。グラミー賞は疎いという声を聞くことがあります。例えば1989年の最優秀ヘビーメタルをメタリカではなくジェスロ・タルが受賞した時がそうです。これに似たことが2014年に発生。マックルモア&ライアン・ルイスが新人アーティスト、ラップアルバム、ラップパフォーマンス、ラップソングでケンドリック・ラマーをかわして最優秀賞を受賞しました。
これには多くの人が愕然とし、マックルモア自身も君から奪ったなんて微妙な気分とラマーにメッセージを送りました。ですが SNS に上げたこのスクリーンショットは賛否が分かれました。しかし大切なことはアカデミー賞がいかに信頼できないかですよね。第4位、ロビン・シック自己破滅。2013年に大活躍を見せたロビン・シック。フルアルバムのブラートラインズやシングルが物議を醸す歌詞とは反対にヒットしました。注目の的となっていたシックですが、2013年の MTV ミュージックアワードでマイリー・サイラスとセクシーなダンスをしてから全てが崩れていきました。不倫と薬物乱用を告発され、長年連れ添ったポーラ・パットンと離婚。シックの振る舞いに関するさらに良くない情報が流れると、人々は彼を厳しい目で見始めました。ポーラのためにアルバムを作っても戻ってくることはありません。第3位、チューパック、ホログラム。亡くなった俳優や音楽家を CGI とホログラムで復活させることには賛否が分かれますが、チューパックの件は2010年代で最も懐疑的なものの一つでした。2012年のコーチェラでヒップホップ界のレジェンドと共演したスヌープドッグのパフォーマンスに、ホログラムで蘇ったチューパックも登場し、数曲披露しました。そのテクノロジーに称賛する人もいましたが、天に昇ったセレブをコンサートで呼び戻すべきではないと言われるなど、リアクションは様々。MTV のジェームス・モンゴメリーは、死後に搾取されないためにミュージシャンはホログラム却下の旨を記しておくべきだと訴えました。第2位、カニエ・ウエスト&トランプ大統領。2010年代のカニエのありえない場面を全て振り返るには時間が足りません。カニエは2018年に物議を醸した400年の奴隷制度は選んだようなもの発言など、さまざまなニュースを作りました。When you hear about slavery for 400 years, for 400 years, that sounds like a choice. 後々これは哲学の観点から言ったことだと本人は説明しましたが、彼の発言に曖昧さはありませんでした。そしてドナルド・トランプの指示。This right here is the I-Plane 1. It's a hydrogen-powered airplane, and this is what our president should be flying in. Look at this chair.控えめに言ったとしても、この展開は二極化しています。2018年、カニエはトランプ大統領と面会。10分に及ぶ暴言にトランプですら黙りました。動画の続きをご覧の前に、ウォッチモジョジャパンをチャンネル登録して最新更新情報を受け取ってください。通知の頻度はお選びいただけます。スマートフォンをご利用の方は設定画面から通知をオンにしてくださいね。第1位、ファイアフェスティバル。ファイアフェスティバルのドキュメンタリー作品やニュース映像はいくつか制作されています。これは開催されずに終わったラグジュアリーな音楽フェスでした。 It was just this mass big crew of local workers. Billy paid them off and then Billy was like, you know, we need more guys. We need more workers. 投資家、ベンダー、参加者たちを騙したビリー・マクファーランド。ファイアフェスティバルが失敗に終わっただけでなく、金銭的にも信頼的にも彼らを裏切ったのです。Turn around. Turn this bus right around. フェスを共同で主催したラッパーのジャルールは、バハマのグレートエグズーまで最低限の日用品やトイレ、それに食事が用意されていなかったのを目にしました。一言で言えば、ファイアフェスティバルは完全なる大惨事で、まれに見るカオスを巻き起こしたのです。 And get him to clear all of the containers with waterYou will save this festival. And I literally drove home, took a shower, I drank some mouthwash. I'm like, oh my gosh, I'm really, and I got into my car to drive across the island to take one for the team. ビリー・マクファーランドの大胆さを認めざるを得ませんね。いかがでしたか？感想はコメント欄までよろしくね。